新作財布トリッティでお会計動画をしてみました。はい、ありがとうございます。はい、これかなり小さいです。マリスコよりも一回り小さいサイズ感になってます。へえ。はい、で、今実際にお札とカードとコインを全て出したんですけど、はい、お札の方は今ですね4枚入れておりまして、でカードは1、2、3、4、5、6枚入れてます。はい、薄かったのに意外と入ってるんですね。あ、そうですね、結構コンパクトなんですけど、たっぷりカードは収納していただきます。なるほど。で、こういう風にざっくりとカードを複数枚入れていただくポケットになってるんですけど、はい、このカードポケット自体がかなり幅広なので、こうざっくりこう取り出して、ちょっとこうトランプみたいに少しだけこう広げてスッと取り出すことができるかなと思います。はい、すごい出し入れがしやすいカードポケットです。はい、でコインポケットの方はこっちになるんですけど、はい、こういう感じで浮き皿のパーツがちゃんとついてますので、奥にいるコインたちをこう手前側に寄せて、ここからお支払いすることができます。こう上から見た時にすごくこう小銭が平面で見やすいですね。はい、あ、そうなんですよ。はい、手をこうこっちの指とこっちの指で少しこう再度押してるんですけど、はい、でさらに手のひらでこう揺らしています。そうすることで、まあ、すごく小銭が出し入れがしやすいですね。なるほど。でここからザザザッと力を取って、あとはグッと入れてパタッと閉じるっていう感じになってます。でも意外と小銭入っててびっくりしました。あ、そうですね、今は結構多めに入れてますね。10枚ぐらいは。そうですよね、入ってます。はい、もう一回こう閉じて横から見ていいですか。はい、カード6枚と小銭とお札が入ってる薄さには見えないかなとは思います。はい、端から見た時のこの揃い具合も素敵ですね。揃い具合かっこいいですよね、ここら辺がすごく。なんか、はい、表から見てて気になったのが、はい、このステッチがこうコの字に出てないんですね。あ、そうですね、はい、L 字にステッチが入ってまして、こっちがないんですけど、お札のこの入り口の側はステッチは入ってないんですね。なるほど。はい、で、私最初見たこのお財布を見た時に、どっち側開ければいいか分かんないなって思ったんですけど、今はですね実際使ってて、ここを目印にしてます。この角の部分が、自分で向くとこう左下に向くように上にして開くと、小銭がこういう向きで出し入れができます。お札の方はこっち側のパーツをちょっとこう指を差し込んであげて、ここからこうお札の方は識別できるんですけど、はい、このここのスペースが空いてるのですごい出しやすいのと、あと入れる時もこう斜めからここの角を利用して斜めからサッと入れていただけます。これ、はい、今びっくりしました。1万円もちゃんとまっすぐ入ってたんですね。はい、はい、そうです。1万円札もちゃんと入ってます。なるほど。結構余裕があるので全然入れやすいです。はい、ありがとうございます。結構コンパクト財布にしてはかなり攻めたサイズ感なのにちゃんと入ってくれるんだなと思って、うん、そうですね、すごいエイジングとかも楽しんでいただけるので、ちょっと愛着の湧くお財布になるかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。デンマのトリキティを使ったお会計動画を撮らせていただきました。前の動画ではこのお財布について詳細の方説明しているので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。